Alright, everyone. GSmith624 here, telling you, before we start this episode, you might want to get a soda, some popcorn, because it's going to be a long-ass episode. No, wrong one. So without further ado, Naruto and Sasuke. The dreams of two unparalleled warriors come true. さて、わしも向こうに戻ることとする。だが別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。あ、そういや、無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ？俺っては早く助けてやりてんだけど。下術のやり方は簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトとリンネガンを持つサスケが互いに根の因を結びさえすればいい。なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ、良いのか、あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限つくよみの中、今の五影どもを処刑してからだ。なんだと、サスケ、お前はまだ復讐を望んでるというのか？サスケよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。そのお前の言う火影とはどういう意味だ？そんなに知りたきゃ教えてやる。確かにかつての俺はただ破壊を望み、復讐だけが目的だった。だが今は違う。破壊し、そして作り直すのさ。闇を抱えぬ里を、世界をな。つまるところ、俺の掲げるもの、望みは革命だ。地獄転生！必ず助け出す。少しの間辛抱してくれ。これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。うまくいかぬものだ。結局はインドラとアシュラと同じ道を歩むのか。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。場所を変える。お前なら分かっているな。
私にはどうすることもできないって本当は分かってる。サスケ君をこんなに思ってるのに、大好きなのに、寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまたダダこねて泣くしかできない。みっともないよね、ほんと。でもサスケ君、少しでも私のことが心の隅っこにあるなら、お願い、もう遠くへ行かないで。お前は本当にうざいな。さくらちゃんに現実までかけることがねえだろうが。さくらはお前を助けたかったんだ。ずっとお前に殺されかけたこともあるこの子が、今でもお前のことを思い涙を流すのは、お前を愛して苦しんでいるからだ。それが失敗した過去の縛りなのかもな。サスケ、約束したんだ。昔さくらちゃんとサスケは絶対連れて帰るって。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。行ってくっつ。ああ、頼む。兄弟もいねえてめえに何がわかる。初めから一人きりだったてめえに俺の何がわかるってんだ。ああ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。前にも言ったはずだ、親も兄弟もいねえてめえに何がわかるとな。他人は黙ってろ。やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それに火影だってお前には渡さねえ。お前は火影が何なのかまるで分かってねえ。俺の望みは革命だと言ったはずだ。俺の言う火影はお前のそれと全く違う。ウチハイたち、影に生き影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思うほかげとはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。俺には父も母も兄もいない。ただ一人だ。全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言う火影とは
五影すべての闇を己の炎一つで焼き尽くし、その灰を食らって生き続けるものだ。お前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ。一人だけじゃできねえこともある。カグヤとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そして俺たち兄弟のように。結局今この世界に必要なのは革命だ。これまでの過去の闇は俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前は第七班の思い出も全部切っちまうってのか。そうだ、俺は過去を切り捨てる。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいいか分かってんだろ。Beat his ass! So, I'm not going to be able to do that. So, I'm not going to be able to do that. So, I'm not going to be able to do that. So, I'm not going to be able to do that. So, I'm not going to be able to do that. So, I'm not going to be ふざけたって言っていいじゃねえぞ、サスケ。おっ、これどうだったのよ。お前の力じゃこの俺に届きやしない。燃え尽きろ。よっと、雨の筋か、しのぎ。よっ、燃えそう。お前を切れば俺の望みは叶う。何度も言ってんだろ、切らせねえって。そのしつこさは変わらないな、てめえ。お前も分かってんだろうが。なら、その人形ごとお前を切るだけだ。負けねえ、絶対に。押せ。It's gonna be a long episode. まだやれるようだな。どうなったのよ。今、なに。I like how. Oh, you're using one.お前の
力じゃこの俺に届きやしない。燃え尽きろ。無駄な抵抗しやがって。サカちゃんと約束したんだな。お前は、お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。死ねえよ。俺とクラマでお前を止める。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん bastard. I hate the Sharingan. これで俺は一人だ。どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を
いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なあに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら、皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト。こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ、おたけびをあげろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。ナルト…まだだ、まだ行かせねえよ、サスケ。なんでだよ、何度も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 、なんで、お前は何なんだよ。お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われても、この意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を斬る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互い、もう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。
Ninja's Dam. サスケ、お前も知ってんだろ。俺は昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって思って。嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど。それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第7巻で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と呼んで本当に良かった。ナルト、お前が今さら何を言おうと、俺は変わらない。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。何なんだてめえは、一体何がしてんだ。ここだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があの時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと昔から変わらないお前のその態度が、俺ってば、お前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口をこそ出さねえけど、俺たちは友達なんだよ。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでそこまでして俺にやってできたつながりなんだ。ラセルクマン、俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だった、そのつながりを俺は断ち切るまでだ。はい、お前
前がいなければ。ようやく終わりが見えてきたな。結局のところはこの戦いはお前の敗北で終わる。終わらねえよ。まだ手を伸ばせる力は残ってんだからよ。しやがって見てるだけでイライラするんだってばよ。ああもっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だってって何言ってんだ俺。バーガバーガバーガ勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。これまでの戦いを。サスケ。
やっと気がついたかよ。見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたやる。俺は闇に入り、全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だが、お前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜ、そこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。友達だからだ。友とは、お前にとってのそれは一体何なんだ。そんなの口じゃ説明できねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺が痛えんだ。すっげえ痛くて、とてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。俺と同じで里の皆に阻害されていたな。お前は俺と違い、バカなことをして他人に関わろうとしていた。最初はそんなお前をくだらないやつだと思い、弱いやつだと思っていた。だが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ。そして互いに成長し、俺とお前は同じ班になっちまった。火影になりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、いつしかお前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は七班に己の家族を見るようになっていった。だからお前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かったとき、初めて仲間と思えた。だがその反面、急激に強くなっていくお前を放っておけなくなった。お前は俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるでかつての兄さんのように。今日だってそうだ。お前は動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。なんだよ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって認めてやるよ。は？俺の負けだ。バカ野郎！この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえよ！ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚まさせてやろうって話だ！なあ、ナルト、俺はお前を認めちまった。
ここで俺が死ねば陸道仙人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろう。これも一つの革命だ。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。お前がそれでよくても他の者は納得しない。たく、それ以上ぐちぐち言ってみろ。またぶっ飛ばすぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。お前は一体何なんだ。友達だ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。やっぱりここか。カカシ先生。ああ、行ってこい。てめえには負けねえってばよ。ほざいてろ、うすらトンカチ。ああもう無駄、うっさい。やっと戻ったね。That was just beautiful. I don't know any other way to describe it. I read it in the manga. I wasn't ready for it then. I wasn't ready for it now. No matter what. That's an amazing ending. A series has carried on.Since I was a child. It ended, it officially ended 2 years ago with the manga. And now, the game adaptation of it has come out. It's just as beautiful as the other. Now, the only thing we really have left to wait on is the anime to catch up.The game is that beautiful. The manga is that beautiful. I know the anime is good though too. All the hardship Naruto went through. Being shown again. The death of the leaf. The wrath of pain. All of it. Thank you.
game. He did it. Almost lost game. Determined to get his revenge. Finally found out. Revenge. かつての俺たちは孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで
俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと、忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺なら、この人界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。私もついていくって言ったら？罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ないか。また今度な。ありがとう。ん、お前まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だが、お前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでも、それができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト。忍者なのかもな。創世に始まり、大続きを経てもなお、やむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち、戦い続けた。されど、わずか一人が忍びの者、連鎖を断ち切り、先を開く。友を作り、友を追い、友と挑み、友と結ぶ。その意志は、やがて忍びを包み、世界を包み、憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに忍びの道極めし忍法帳は成就に至る。さあ、今こそこの書に名を記そう。その名は
渦巻きナルト物語。